韓国にとって歴史問題などとはどうでもいい。韓国は日本人を侮辱すること、それが面白いから反日をやっているんです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳朝下でございます。この動画においては日韓関係がどうして悪いのかということを検証してみたいと思ってこういう動画を作っております。私はですね、以前、まあ、1回目から10回目までの間にですね、なぜ日韓関係が悪いのかということを説明しました。この説明というのは、日韓関係が悪いのは韓国が反日をするからで、それに反発して日本人が喧嘩をすることによって日韓関係が悪くなる。つまり、根本的な原因は韓国の反日ですね。日本側に問題があるのではないということです。で、私はその時にこういう話をしました。韓国にとって、反日をするのはなぜかというと、それは面白いからであり、歴史問題なんてのは関係ないと。で、こういうことに対してね、韓国人とか、まあ、それ、韓国人の審判であるとか、良心的日本人の方はですね、そんなことはないんだ。日本は真摯に反省すれば、真摯に謝罪すれば、日韓関係は良くなるんだっていうようなことを言う方がいます。私はですね、そういうような韓国側の発言に対して、こういうふうに反論しています。それは嘘だと。あなた方韓国人は歴史問題なんかどうでもいいと思ってる。ではなぜ彼らは歴史問題というものをまあかこつけて日本を批判するのかというと、それが一番日本人に効くからです。日本人は戦後の日本というのはですね、戦前を否定するところから始まっている。つまり戦前を否定するということが日本人の中で一番効くんですね。だから戦前お前ら悪いことやったじゃないかというと、まあ、戦後の日本の、まあ、一般的なまあ人たちというのはですね、まあ、それに対して反論できないわけですね。戦前は悪いわけですから。そういうことからですね、まあ、韓国人にとってみると歴史問題を出すと日本人は黙るということを知ってるんですね。で、彼らは歴史問題を出すということになるわけです。韓国が歴史問題を出すのが私は嘘だと言った。まあ、彼ら自身にとって歴史なんてどうでもいいことだというふうに言いました。で、それはもちろん私の勝手な感想で言ってるんではないです。明確に根拠がある話なんです。じゃあその根拠とは何なのか。韓国は中国に対しては言わないんです。そしてアメリカに対しても言わないんです。どういうことかと言いますと、この2月にですね、平昌オリンピックというのがあります。その平昌オリンピックですね、一つの目玉になっているのが、南北で合同チームを作る。で、合同で行進するという、ことが一つの目玉になっているわけですね。で、2018年の1月の段階で、北朝鮮が平昌オリンピックに参加して、韓国と合同行進をするということがもう決まっております。で、合同行進をすると言いますけど、彼らというのは本来同胞なわけですね。だけどそれがもう70年以上にわたって分断国家になってる、分裂した国家になってる。で、これは民族最大の悲劇と言われてる。じゃあこの民族最大の悲劇っていうのは誰によって引き起こされたんでしょうか。それは中国です。中国によって引き起こされたんですね。中国はですね、まあ、韓国側、国連側がですね、主導して、北朝鮮をまあ吸収しようとしたときに、大量に軍隊を送り込んでですね、38朝鮮で分断が固定化するきっかけを作った人たちですね。で、つまり、民族分断の悲劇というのは中国によって引き起こされたという言い方もできるわけです。朝鮮戦争によって数百万人の、まあ、韓国人、北朝鮮人が殺され、まあ、もちろん中国人もアメリカ人も死んだわけですけども、なんといっても離散家族がいる。当時、南北合わせて、まあ、4000万とも5000万とも言われる人口の中においてですね、1000万の離散家族が生まれたと。離散家族というのは家族が北と南に分かれてしまったということですね。例えば、まあ、奥さんが北にいて、旦那さんが南に行くとか、お兄さんが南に残って、弟が北に連れていかれるとか、親が北に残って息子さんや娘さんは北南に行くとかいうような、ね、まあ、離散家族というのがですね、一般化したわけです。これはもうものすごい数です。1000万というのは今現在においてもまあ2万とか3万とかっていう離散家族が現実に存在しているわけです。で、このきっかけを作ったのは誰だ。先ほど言った中国です。じゃあなんで彼らというのは韓国は中国に対して謝罪し賠償しろということを要求しないんでしょうか。それは彼らにとって彼ら韓国にとって歴史問題なんかどうでもいいからです。つまり韓国側は中国側に対して謝罪し賠償しろと言っても、中国側は謝罪する救うことは絶対ないからです。逆に中国側は反発して、むしろ経済制裁を加えられる可能性がある。だから彼らは歴史問題なんか取り上げないんですね。
つまりこういうことなんです。日本側は韓国が謝罪しろ賠償しろっていうと、日本側が積極的にですね、まあ、以前言いました良心的日本人が積極的にそれに迎合するわけです。だけど中国ではそんなことを、まあ、迎合する人は誰もいないわけです。で中国政府だってそんなものは まともに受け合わないわけですよ。そんなこと知ったことかって言われるわけです。だから未だかつて中国というのは韓国に対して謝罪なんかしたことはない。でこういうことに対して韓国側が怒ってるのは話は別ですよ。怒って反発して、ね、謝罪しろというふうに要求してるなら別ですけど、彼らは全然そんなことを要求しないわけです。つまりこういうことなんです。彼ら韓国人というのは別に歴史問題なんかどうでもいい。日本に対して謝罪しろというのは、日本に対して謝罪しろというと日本側が要求に応えるからです。日本側は誠意を示すと称してですね、そういう行動を取るんですね。それが日韓関係を悪化している原因になっているわけです。でもう一つ、アメリカの問題があります。アメリカはですね、韓国の、まあ、同盟国でありますし、朝鮮戦争を一緒に戦った仲間なんですね。でもだからといってそのまま許していいんだろうかっていうと、実はそうでもないんです。というのはですね、朝鮮戦争が始まったばかりの時、約1ヶ月ほど過ぎた、まあ、朝鮮戦争は1950年の6月25日から始まりましたけど、約1ヶ月ほど過ぎた時ですね、韓国のチュンチュンプクドというところにですね、ノグンリというところがあるんですね。でそのノグンリにおいて300人か400人の韓国人の一般庶民がですね、アメリカ人に殺されるということがあったんです。もうこれは完全に民間人が軍人に殺されてるんですね。これはどうして起きたのかというのはいまいち分かっていないんですが、一つには当時の韓国というのはですね、北朝鮮シンパ、共産シンパみたいな人もたくさんいたんですね。でアメリカ側はですね、どっちが敵でどっちが味方か分かんなかったんですね。で、イ・スンマンという当時の大統領は、まあ、韓国人を見殺しにして逃走に逃げてしまったわけです。でそれで彼らはですね、何をしたのかというと、まあ、今現在まだ向こうにいる、まあ、韓国のですね、釜山まで逃げてこない奴らというのは北朝鮮シンパである可能性があるということを言っていたんですね。だから北朝鮮シンパであるがゆえにですね、まあ、実際には違ったみたいなんですけど、北朝鮮シンパだと間違えられてアメリカ兵に殺されたということなんですね。で実はこれはですね、1990年に入ってからですね、韓国の新聞で、まあ、民主化がありましてですね、韓国の佐賀新聞で取り上げられたんですけど、その時はほとんど無視されたんです。だけどアメリカのですね、通信社の方がですね、1999年に取り上げたんですね。でその時に非常に大きな話題になったわけですよ。でこの時の状況はどういう状況だったのかというと、先ほど言った、まあ、韓国のですね、ところで、ノグンリというところでですね、まあ、農民が暮らしてるの、村で農民が暮らしてるんですけど、まあ、男は兵隊に取られたりするんで、まあ、老人と女子供しかいなかったそうです。で、そこにアメリカ人が来てですね、北朝鮮人が来るから一緒に逃げようつって逃げるんですね。で、彼ら農民ですから、まあ、鎌とかクワとか持って逃げるわけですね。農作業がしやすいように。でその時に彼らはですね、あるところまで来るとちょっとここで待ってなさいと言って、であとその鎌とかクワとかをですね取り上げるんですね。まあ後に分かることですけど、それは武器になるものを取り上げるわけです。だからどこからともなくですね、飛行機が飛んできてですね、でその彼らに対して機銃掃射をするわけです。ババババババーンって。でそれでまあ、韓国人は当然逃げるわけです。で、逃げてですね、トンネルみたいなところに入ってですね、こうやり過ごすんですけど、そこにですね、さらにアメリカ軍はですね、必要にこう銃撃を加えるわけです。で、これはですね、近寄っては来なかったそうです。さすがに女子供しかいないのが分かってたようなんで、近寄ってはやりたくなかったみたいですね。で、だけど、まあ、それは確か2日か3日ぐらい、こう、継続的に行われたそうです。でそこにいた、まあ、400人ぐらい、300人か400人ぐらいの村人はですね、ほとんど殺されたと言われてます。で、何人か生き残れいたんですね。で、彼らは、その戦後、まあ、朝鮮戦争の後でもですね、ずっとまあ、軍事政権だったもんですから、そんなことは言えないわけです。で、民主化闘争によってですね、民主化した後に、やっとそういうことが表へ出てきたんですね。それが韓国で行われていたことなんです。朝鮮戦争の時にアメリカが行ったことなんです。でこれに対してですね、アメリカと韓国はですね、まあバラバラなんですけど、そのどういうことがあったのかっていうのを調査を行ったんですね。
で、その調査を行ったときに、まあ、最終的にどういうことがなったのかっていうと、韓国側の調査ではアメリカに対して謝罪を求めるという形だったんですけど、アメリカの調査ではですね、まあ、戦場ではよく起こる事故であると。意図的にやったことなんですけどね。事故であるということにしてるんですね。キム・デジュン政権の中において、まあ、調査したところですね、12箇所かなんかであったということが確認されたそうですね。でも一説にはそれは100箇所以上でそういうことがあった。つまり、数百人の韓国人が殺されたというケースが100箇所であったということは、万単位で殺されたということです。じゃあ韓国の人たちはそれに対して何と言ってるのか。結局そのままなんです。アメリカ側は一切謝罪してません。ちなみにその時にいた軍人もですね、その時の生き残りの人と後に会うんですけど、最終的にはですね、不幸な事故だったということで謝罪を拒否するんですね。彼ら韓国人が歴史を真摯に謝罪しないんだったら日韓関係は良くならないよという。だけど彼らは、アメリカ人や中国人は歴史を真摯に謝罪しないにもかかわらず、いくらでもですね、米韓関係だとかね、中韓関係というのは良くなってるわけです。韓国はそんなもの取り上げないわけです。なんで取り上げないのか。日本の場合は日本が謝罪するから。中国やアメリカの場合は彼らは謝罪しないからです。ここでも日本が謝罪することによって、むしろ彼らを煽り、ね、むしろ謝罪しろ、賠償しろっていうような欲求を強めているという図式が見て取れるわけです。韓国人にとって歴史問題なんかどうでもいいんです。彼らは日本人に対して、ね、要求することができるのは何でもいいんです。日本人を侮辱し、差別し、罵ることができるネタだったら何でも構わないんです。彼らが本当に歴史問題というのが重要視してるんだったら、自分たちの同胞を、ね、しかも味方である、ね、その非戦闘員をですね、無慈悲に虐殺したアメリカであるとか、70年にもわたる分断国家になり、1000万人ものですね、離散家族を生んだ中国に対して謝罪を求めないわけがないんです。彼らがそれを求めないのは何なのかというと、結局、彼らにとって歴史問題なんかどうでもいいからです。我々が真摯に謝罪すれば日韓関係が良くなるというのは、これは単なる自己満足です。そんなことはありません。絶対にないんです。それは彼らが中国やアメリカのことについてどういう対応を取っているのかというのを見ればわかります。彼らにとって、彼ら韓国にとって歴史なんてどうでもいいんです。彼ら韓国にとって歴史が重要だというのは、そういうことによって日本人を罵るネタになるからです。彼らが反日をするのは、そして歴史問題が重要だとかこつけて反日をするのは、反日することが面白いからです。日本人を罵るのが面白いからです。動画を聞いていただきましてありがとうございました。またですね、下の方にブログの URL だとか、ツイッターの URL、LINE アットの URL を、まあ、下に貼ってますので、LINE アットなんかにも登録していただければなと思います。で、こういうようなもののですね、情報、そして根拠のあった新聞記事とかをですね、LINE アットに登録してくれた方にはですね、ご提供していきたいなと思います。皆さんもですね、正しい情報を手に入れて、ぜひ韓国の反日に負けないようになっていただければなと思います。ご清聴ありがとうございました。